横利根拷門横利根拷門は、茨城県稲敷市と千葉県、香取市の県境付近に位置する横利根川にある拷門。国土交通省管理。利根川改修工事の一部として1914年、大正3年に着工し、7年後の1921年、大正10年に完成した。日本におけるレンガ造り拷門の一つの到達点を示す近代解散として、 重要文化財に指定されてる。横利根川が利根川に合流する地点に立地する。横利根川は利根川と日立利根川とを結ぶ河川で、日立利根川のさらに上流には霞ヶ浦がある。拷門付近は横利根川が千葉県と茨城県の県境となっているが、拷門は茨城県の稲敷市にある。現在、拷門の周辺は、 横利根公門ふれあい公園、香取市、稲敷市管理として整備され、桜の名所、横利根川に面した釣りの名所として、憩いの場となっている。2006年、平成18年に、日本の歴史公園100選に選定された。香取市内の沢良市街地と、利根川北部の16島地区を結ぶ、船舶や自動車交通の要衝部にあり、 水橋のシンボル的施設として親しまれている。地元の人は、関門と呼ぶことが多い。一門は、パナマ運河の公門などと同じ種類の、複式公門副扉式で、校室と校室の両端にある、後頭部、高扉室からなる。公門の有効長は300尺、90.9メートル、福音36尺、10.9メートル、深さは、 平均低水以下約8.6尺、2.6メートル。当時就航していた船舶で最も大きい通マ丸や長子丸などを基準に設計された。高室の底部はコンクリートブロック時である。コンクリート面の高さは YP、江戸川工事基準面以下8尺、約2.4メートルである。高室側面は乗り面勾配1割のコンクリートブロック席で、乗り面には 木造の防原材、干渉材が設けられている。さらにその上部に、のり面勾配2割の芝生張り斜面がある。側面が垂直ではなく、斜面となっているのは、孔室の断面積を減らして、給排水の時間を短縮させるためと、孔室の底面積を減らして、底部築造にかかる工費などを節約するためである。コートビラ室は、側壁、翼壁と、基礎、底部からなる。 側壁は長さ24.8メートル。翼壁は長さ16.5メートル。どちらもコンクリート作りで、表面はレンガ及び石張りとなっている。基礎としては、コンクリート中詰め、レンガ積みの五筒が、各高扉室に14個設けられている。五筒の表面は YP 以下7.4尺2.2メートルで、その上部に側壁がある。底部は、 側壁の間にあり、幅36尺、約10.9メートル、長さ81.87尺、約24.8メートルで、コンクリート作り、石張りである。底部表面の高さは YP 以下7.4尺、2.2メートルである。門扉は、大比4枚、小扉4枚の合計8枚で、各好扉室に、大小2枚ずつ設置される。扉はどちらも巻いた。 ゲート、観音開きのゲートで、大比は、高扉室の前扉、小扉は、高扉室の後、扉として使用される。大比は高さ24尺、約7.3メートル、幅20尺11寸、約6.4メートル。設置した時の高さは YP 以上17.2尺、約5.2メートルで、これは、側壁の高さよりも1.5尺、約0.45メートル低く。 計画降水位よりも3.5尺、約0.91メートル高い。小扉は高さ17尺2寸3、8、約5.2メートル幅20尺8寸1、2、約6.3メートル。設置した時の高さは YP 以上10.5尺、約3.2メートルである。扉はどちらも難鋼性で、後半に5本の縦桁、2本の横桁が、リベットによって接合されている。 船でトネ川と横トネ川を行き来する際に水位を調整する。例として、トネ川から横トネ川に向かう場合を考える。皇室の水位がトネ川の水位と同じであれば、横トネ川側の門扉が閉まり、トネ川側の門扉が開いた状態にして、船は皇室に入り、トネ川側の門扉を閉める。トネ川の水位が横トネ川の水位より高い場合は大比を使用し、 トネ川の水位の方が低い場合は、小扉を使用する。門扉の開閉は、ラックバー、ラック棒が使われている。公門建造時は、手動で門扉を開閉させていたが、現在は電動化されており、操作盤を使って開閉させている。なお、皇室の水位が、トネ川の水位と異なっている場合は、皇室に入る前に、トネ川側、横トネ川側の、両門扉を閉めてから、注水。 または排水して、高室の水位と利根川の水位を等しくさせる必要がある。高室へと入線後、利根川と横利根川の水位に差がある場合は、高室内から排水、または高室へと注水することによって水位が横利根川と等しくなるように調整する。ただし現在では、両側の水位差はほとんどない。水位調整後、横利根川側の門扉を開けて、 船は、皇室から出る。利根川下流に位置し、現在、水橋と呼ばれている地域は、江戸時代から周運が盛んで、明治に入ってからも、通運丸などの船が、利根川を航行していた。横利根川にも多くの汽船、客船、農船が入ってきていた。1910年、明治43年観光の、利根川汽船航路案内では、東京や城市から、 横利根川を通って霞ヶ浦あるいは北浦に向かう経路が合わせて航路を記されている。1914年、大正3年には年間6万1915艘、1日平均169艘の船が横利根川を通過した。一方、この地域は度重なる洪水にも悩まされていた。通常、横利根川は霞ヶ浦の方向から戸根川に向かって流れる川で、 あるが、横利根川と利根川の合流地点では、利根川の川幅が狭まっていることもって、大雨で利根川の水位が上がると、川の水は利根川から横利根川に逆流し、横利根川及び霞ヶ浦周辺の町村は、氾濫によって大きな被害を受けていた。利根川の洪水による被害は、水郷地域に限った話ではなく、明治時代に入ってから何度か、 改修計画が出された。最初のトネガ改修計画は、親とい外国人のローエンホルスト・ムルデルが1886年、19年に作成したものだった。この計画書の中では、トネガと横トネガとの合流点の改修について記されているが、工事内容としては現状を保持するものであった。このムルデルの改修計画は、1、通船のため、2、派遣。 腰水を防ぐため、三、下流低地の一部を開墾に適するようにするため、という三つの目的が掲げられていた。このうち、通船のための工事は、低水工事、堤防などによって、洪水などの被害を防ぐ工事は、高水工事と呼ばれる。明治中期まで、利根川の工事は、低水工事が主であった。ムルデルの改修計画の際にも、1887年度、 明治29年度から工事が始められたが、実際に工事がなされたのは主に低水路整備などで、洪水防御のための工事は着工されなかった。低水路整備は、利根川流域における蒸気船の修航を後押しした。一方で、堤防などによる治水を求める声も強かった。この声は、全国的にも強く、1890年、明治23年に開設された。 帝国議会では地を求める請願が142件寄せられた。これは全請願の1割以上に当たる。その後、1896年、明治29年の河川法制定によって高めず、工事の国庫負担が可能になると、国による治水工事の動きが全国的に高まった。利根川においても、1900年、明治33年に今までの計画を打ち切り、 新たに国による改修事業が始まった。この事業は内務省技師、近藤千太郎の計画に基づくもので、全体を3期に分け、1期は、利根川川口から沢原まで、2期は、沢原から、鳥手まで、3期は、鳥手から、芝根村までとしている。横トネ公門が作られる場所は、この中では2期にあたる。ただし、この計画が立てられた時点では、 横利根川と利根川の合流地点の川幅を広げて逆流量を減らすことは記載されているが、拷門を作ることは記されていない。この利根川改修計画は1910年、明治43年に起こった大洪水によって内容が見直されることになるので、あるが横利根拷門はその時点ではすでに建造が決まっていた。そのため、1九1年以前、おそらくは1九0年、 明治40年の第二期工事が始まる時に建造が決まったものと推定されている。また、公門建造決定にあたっては、利根川改修計画に先立って1896年、明治29年に始まった、淀川改修工事において、大規模な水門、公門が作られたことが影響しているとも推定されている。公門建造の目的は、利根川増水時に、 横利根川を通じて、霞ヶ浦沿岸に氾濫をもたらしていたことから、利根川と霞ヶ浦を分断するため、また増水時にも周運に支障を来さないようにすることにあった。旧来、霞ヶ浦は、陰ヌ沼などと共に、洪水時には、遊水地としての役割を果たしていた。利根川改修計画ではこれらの故障に、川の水を逆流させず、利根川の洪水は、 トネ川のみで処理する方針が立てられ、横トネ拷問の建造はこの考えに基づくものでもあった。しかし拷問を締め切ったとき、今まで霞ヶ浦から横トネ川に流れていた水はすべて北トネ川に流れることになる。そこで茨城県は同時期に北トネ川の改修工事を施行することにした。トネ川改修第二期工事は1907年、 明治40年に着工された。しかし横殿公門については、工事期間中に横利根側を締め切らねばならず、従って、戦術の北利根側への影響を考えなければならない。そのため、北利根側の工事を待って1914年、大正3年に工事が始められた。なお、満潮時における利根側と横利根側の水位差は、第1期工事以前は6から7寸。 約18から21センチメートルだった。1909年、明治42年には、約1.8尺、約54から55センチメートルとなっていた。工事の中心となったのは、内務技師で、内務省東京土木出張所利ネ川第二期、改修事務所長の中川吉蔵である。工期は、着工から4年前後と設定された。しかし、 第一次世界大戦の影響で財源の都合がつかなくなった等の理由により工期は伸びて実際に完成したのは着工から7年後の1921年大正10年のことであった総工費は72万円弱で約278万個のレンガを使用した工事には延べ22万1224人の人員が関わったこのうち最も人数の多い妊婦 178,168万8 8人は、その多くが、付近の農業者であった。そのため、農管期には、人が集まったものの、農飯期には、人数が足りず、作業に支障をきたした。工事の内容は、以下の通りで、詳細は、中川吉造が記した、報告書に記載されている。この報告書は、後の補修作業においても有用な資料として、活用された。 コートビラ室の工事は、全工事の中で最も重要とされ、工費の84%を費やしている。建造にあたっては、はじめに基礎工事を施した。基礎は井筒を使用した。まず、平坦にした地盤の上に、井筒の敷板を敷き、コンクリートで、井筒先端の靴と呼ばれる部分を作り、その上からレンガ50段、11尺、約3.3メートルを積み上げた。 井筒内部の土砂を掘削、浚渫することで、井筒は地調により沈み込む。約十二尺、約三点六メートル沈んだところで、さらに五十五段、十二点一尺、三点七メートルのレンガを積んで、規定の深さまで沈下させた。その後に、井筒の上に乗る重量の二倍の重量を上に乗せて、体二を確かめた。 そして、井筒内部及び井筒間にコンクリートを流し込み、その上にコンクリートで給排水橋を作った。作業終了後、高扉室内の土砂を掘削、浚渫し、底部にコンクリートと敷石を敷いた。拷門を建造した土地は、地質的に湯水が多く、全工事の中でこの基礎工事が最も困難だったと言われている。 基礎工事が概ね終わった後、石とレンガを積み上げて、側壁を作り、さらに扉と開閉機などを取り付けた。高質工事は、まず土砂を掘削、浸滅してから、側面近くに地グイを打ち込んだ。次に底部に砂利を敷き、その上にコンクリートを張った。側部の糊面も、同様に施した。続けて、先ほど打ち込んだ地グに横木を取り付けて防原材。 干渉材とした。春節線を使い、肛門に接続するための導水路を作った。両岸にはコンクリートで五岸を築いた。このほか肛門建設にあたっては、測量、土盛り、水防工事や、資材や作業員のための小屋の建設などといった雑工事も施行された。肛門の工事は1921年3月31日に完了した。 しかしこの時点では、公門付近及びト根川の悲観工事、堤防工事が終わっていなかったため、これらの工事完了を待って、1922年、大正11年3月11日に運用が開始された。6月3日には、現地で、春工式が開かれた。運用開始から1年間の調査、1922年4月から1923年3月によれば、 ついたちの平均通公開数は十九点八回、ついたちの平均通船数は約九十三層だった。公門建造前である九百十四年、大正三年の調査結果と比較して、ついたちの平均通船数は約四割減となり、通過にかかる時間は一点四倍となった。ただし中川吉造は、トネ川と横トネ川の水位差などをもとに計算した流量から、 仮に肛門を常時開放状態にした場合、流速が大きいために1日の過半は通行が困難、または不可能になっていただろうと述べている。そのため、肛門建造は平常時においても効果があると論じている。なお、利根川海修第2期工事は1930年、昭和5年に竣工し、第3期工事も同年に竣工した。これによって30年にわたる、 利根川改修工事は完了した。利根川改修を記念して、当時の沢良商工会が発起となって、1928年、昭和3年、利根川対岸の沢良町、原価取市に水橋公園が作られた。公園内には、利根川地水機構碑が建てられ、4月15日に除幕式が開かれた。石踏みは高さ23尺、約7メートル、幅8尺。 約2.4メートルで、大学は内閣総理大臣兼内務大臣の若月玲次郎、専文は中川吉蔵による。除幕式には中川や内務大臣大理らが出席した。1931年、昭和6年には水京公園に中川吉蔵の像が作られた。像は高さ3尺5寸、約1.1メートルで、座席が高さ10尺、約3メートル。 像は東京帝国大学講師、美術院審査委員、堀新嗣が制作した。同年7月12日に除幕式が開かれた。横利根公門の建造は、利根川から横利根川への逆流による氾濫を防いだ点で、霞ヶ浦周辺の地域に恩恵を与えた。周運にとっては安全面などで効果があったものの、一方で高水工事によって、 川の流れが変わったことや、堤防が作られ川辺の人々との関わりが薄れたことなど、不利に働く面もあった。加えて、周辺の交通も変化が見られてきた。訪門建設前まで、沢来島に道路橋は全くなかったが、1930年、昭和5年の神宮橋をはじめとして、北利根橋、1932年、水橋大橋、 1936年が開通して、陸上交通が進展し、それに伴いバスやトラックが進出するようになった。さらに1933年、昭和8年には国鉄成田線が、佐原駅から松岸駅まで延伸し、佐原、長子間が鉄道で結ばれた。横根公門は完成後、1935年、昭和10年頃までは、 定期船を含めて年間5万隻の船,の船舶の航行があったが、その後旬は衰退していった。1947年、昭和22年、カスリーン台風が日本を襲った。この台風によって利根川は堤防が決壊し、洪水によって大きな被害が発生した。この洪水は対象、昭和期を通じて当時最大の洪水であり、利根川の治水計画も、 再検討を迫られた。国は1949年、昭和24年に利根川の改修改定計画を策定し、これによって計画水位が変更された。その後この計画は、数度の見直しを経て改修工事が進められた。この動きの中、横利根川は、横利根公門が老朽化していること、利根川の計画構成位が上昇したことにより、 新たに水門が作られることに決まった。水門建設工事は1968年昭和43年10月に着工し、1971年昭和46年8月、横利根高門の利根川側に新しく横利根水門が完成した。横利根水門完成後、利根川の洪水地における逆流防止の機能はこの水門が担うことになり、 横棟拷門の役割は、船の通行の際の推移調整のみとなった。拷門は建造以降、部分的な補修をすることはあったが、大規模な補修は80年にわたりなされていなかった。そのため、門扉が腐食するなど老朽化が進んでいた。また、これまで手動だった門扉の開閉を、省力化と時間短縮のために自動化することも望まれていた。 1994年、平成6年3月、建設省と根川下流工事事務所は、検討委員会を設け、拷門の損傷状態を調査した上で対策を、検討した。その結果、自動化工事と合わせ土木遺産としての価値を構成に、伝えための復元修復工事を実施することにした。すなわち、腐食した門扉の一部を交換し、開閉作業は電動化するものの、 基本は建造当時の形で、当時の手法により復旧させることに決まった。原型復旧が決まったのは、本校門が技術、衣装、系譜の点で高く評価され、日本の近代海産として価値あるものとみなされたことによる。加えて、当時は土木遺産を保存しようという動きが日本各地で見られ始めていたことや、校門を新築するには、 新たな水路を確保しなければならず、現実的ではなかったことも理由として挙げられる。工事は1994年に始まり、約10ヶ月にわたる作業となった。門扉は取り外され、サビなどを取り除いた後、腐食部分を切り離して交換した。特に、水に常時使っている部分の腐食が激しかった。接合は溶接でなく、建造当時のようにリベットを用いたが、 修復作業時にはすでに使われていない技術であったため、苦労を要した。また、防原材は、過去の修復で鉱材に交換されていたが、木製に復元した。工事完了後の1999年度、校門の周辺は建設省の環境整備事業によって、公園となり、2000年、平成12年4月25日に、横根校門ふれあい公園として公開された。 2000年3月、横利根公門は、国指定重要文化財に投信された。愛知県立田村、現愛祭祀の先導平公門と同時の指定であった。公門が重要文化財になるのは、富山市の中島公門に続く二例目、建設消化選挙区が管理する施設では、初めての指定となる。また、横殿門の付けたりとして、殿川地水気構費、中川吉造蔵共造所、 旧門扉、旧排水扉巻き上げ機械も指定された。横根公門の文化財指定に際しては、現役の河川構造物であるため、緊急時の修繕あるいは日常の維持管理に伴う修繕に対して、その都度文化庁との協議が必要になり、治水上、及び業務管理上支障を来すのではないかなどといった懸念も示された。これに対しては、 横利根川の治水機能はすでに横利根水門に委ねられていること。緊急時の修繕は文化庁と確認書を交わして対処すること。細かな修繕は文化庁との協議や申請が不要であることなどを確認して施設管理の方針を立てることで対応した。2011年平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震において、 肛門も損傷を受けた。特に裏肛門室、横根川側の左岸側壁に亀裂が発生し、亀裂幅は3月13日の時点で 7mm、7月12日には 20mm まで拡大した。亀裂発生箇所は消耗品の開閉装置のもとを通過しており、管理的な面でも重要な箇所であった。また、前回の補修工事から20年近くが経過しており、 文化財保存の面でも大規模な補修が必要な時期に来ていた。国土交通省では、校門の水抜き調査を実施した上で、2013年、平成25年1月に、学識者、自治体関係者を交えた横利根校門、保全対策検討委員会を設け、保全対策を議論した。そして2013年8月から2014年3月に、補修工事が実施された。 調査の結果、亀裂の原因は液状化によって地盤が変動したためと推定された。そのため、浸透固化処理工法により、固化剤を地中に注入する処置を施した。その際、事前に注入剤の周辺環境への影響を確かめた。また文化剤保護の観点から、注入した後でも再び注入前の状態に戻せることも事前に確かめた上で実施された。 亀裂の補修については、レンガの張り替え等はせずに、セメント系補修剤を注入することで対応した。補修箇所は、周りのレンガの色に合わせて、顔料で着色する案も検討されたが、最終的には、補修跡も歴史の一部として残すこととした。また、他のレンガについては、洗浄して、綺麗にする意見と、そのままの状態を残す意見とがあったが、高温高圧洗浄機により、 目地が傷まない程度に洗浄した。開閉装置も亀裂により一部損傷を受けていた。開閉装置が壊れることは、肛門の運用上問題となるので、今後の災害時にも対応できるよう、固定部に変異吸収機能を持たせた。このほか門扉の合わせ箇所に取り付けられた、水密剤も寿命だったため、建造時と同じく契約材で取り替えた。横棘肛門は、 現在では、漁船や、釣り船、モーターボートなどが年に1から2千隻利用する程度となっているが、今なお現役で動く肛門として使用されている。関東地方では、明治30年代を中心に、多くのレンガ作り水門、肛門が作られた。税営テレビの調査によれば、利根川流域のレンガ作り水門では、1887年、明治20年春高の備前拒否官、 埼玉県本庄市が再古く、1921年、大正10年春工の福川秘門、埼玉県行田市と横根公門が最も新しい。ただし横根公門や福川秘門の本体はコンクリートであり、レンガは化粧的な役割を果たしているに過ぎない。従って、これらは純然たるレンガ作りとは言えない。一方、 同時期に建造された石宿水門、茨城県五課町、1918年着工、1927年完成、や、小野川水門、千葉県、香取市、1919年着工、1923年完成、は、同じくコンクリート製ではあるが、横利根講門のようなレンガは使われておらず、部分的に石材が使われている。したがって、横門は、 水門や肛門がレンガ製からコンクリート製へと移り変わる過渡期の代表的な建造物と考えられる。また横利根肛門は利根川改修計画の歴史を今に残し、また大正期の肛門の中で唯一、今でも現役で稼働している点において貴重な土木遺産とみなされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。